やあ、君か。何かあった？別に。別にって顔には見えないけど。あんたには関係ない。そういうこと。何よ。みんな心配なんだよ。都会に行くって急に荷造りしちゃうから。うるさい。もうすぐ収穫の時期なのに今年は君がいないのか。うるさいって言ってんじゃん。だからうるさいって言ってんじゃん。あー、もうそういうのがおせっかいなんだって。みんな嫌い。みんなの優しさも全部なんで優しくするかは分かってるの。私が捨て子だからでしょ。そんな哀れみいらないの。私の気持ちなんて誰にも分からないよ。黙ってないで、なんか言ったら。分かってないのは君の方だよ。何で説明すればいいかな。何か。よし、これなら少し力も戻ってきたし。さっきからあんた何言ってんの。行くよ。え？ほら、そろそろだよ。え？何？聞こえない。よかった、間に合ったみたいだ。ちょっと。